ヘイラクレースとエルマントスのイノシシ、捕らえたイノシシを見せようとするヘイラクレースと、聖堂の大亀に隠れるエウルステウスの姿が描かれている。紀元前550年頃作、ロンドン大英博物館所蔵、雪に覆われたエルマントスさんアポロドーロスによれば、ヘイラクレースは、雪の中でエルマントスのイノシシを捕らえたとされる。この山は、 アルカディア地方の北西部に位置し、アカヤとエーリスの両地方の境界となっている。ヘイラクレースとエルマントスのイノシシ。1904年、ルイス・トアイロン作エルマントスのイノシシは、ギリシア神話に登場する怪物である。アルカディア地方の高地、エルマントス山に住む同盟な王位で、プソーピス一帯の田畑や農村を荒らして回った。そのため住民たちにひどく恐れられていた。王位が現れた。 エルマントスさんは、オデュッセイアによれば、アルテミスの馴染みの土地で、女神はここでよく狩りを楽しんだとされる。神話学者、カール・ケレーニーが示唆するところでは、このイノシシを放ったのは、アルテミスである。というのはアルテミスが、住民に対して怒るとき、カルドーンで起きたように凶暴なイノシシを送り込むことがあったからである。見受けない王、エウリステウスはこのイノシシの取りをヘイラクレスに、 明治たアポロドーロスはこれを、ヘイラクレースの12の工業のうち4番目としているが、シケリアのディオドロスやヒュギーヌスは3番目としている。ヘイラクレースは、エルマントスのイノシシを捕らえるにあたり、まずケンタウロス族と戦わなければならなかった。エルマントスに向かう途中、ポロエーで善良なケンタウロスポロスに強応されたが、酒を飲みたくなったヘイラクレースは、 ホロスが止めるのも効かずに、ケンタウロス族が共有していた酒亀を開いた。すると酒の匂いに釣られて武装したケンタウロス族が集まってきて、争いになったため、ヘイラクレースは彼らと戦いながら、ペロポネイソス半島の東南端である、マレアーミサキまで追い立てた。そこは、ケイローンが移住した土地であり、ケンタウロスたちは、ケイローンを頼って逃げ込んだ。こうして、ケイローンの住みかに、 ケンタウロス族を追い詰めたヘイラクレースは彼らを撃つべく矢を放ったが、そのうちの一つがエラトスの腕を貫通して、ケイローンに当たってしまった。ケイローンは不死だったために、矢に塗られていたヒュドラーの毒に苦しみ続けなければならなかったが、ヘイラクレースはどうすることもできなかった。一方、ヘイラクレースを強行したポロスは屈強な同族たちが英雄の矢によって意もたらしく倒されたことを不思議に、 思って、矢を拾い上げた。しかし手を滑らせて、矢尻が足に当たり、ヒュドラーの毒で死んでしまった。生き残ったケンタウロスたちは各地に逃げた。一部は、マレア山に、エウルティオ,オーンは、ポロエーに、ネッソスは、エウエーノス側に逃げた。またホマドスは、アルカディア地方でエウルステウスの姉妹、アルキュオーネーを襲ったが、ヘイラクレースによって殺された。ヘラクレースは、ポロスを埋葬した後、 エルマントスのイノシシを狩りに向かった。ヘイラクレースは雪原に罠を仕掛け、イノシシを発見すると大声で叫びながら追い回し、疲れさせた後に、守備よく罠に追い込んで捕らえた。これに対して、シケリアのディオドロスは、イノシシと格闘して捕らえたとしている。ヘイラクレースはイノシシをエウリュステウスに見せるために、ミュケ内の王宮まで担いできたが、それを見たエウリュステウスは大いに怯えて、 聖堂の大亀の中に隠れたという、なお、イタリア、熊へのアポローン神殿には、エルマントスのイノシシのものと伝わる牙が残されていた。ありがとうございます。